それでは続きまして監督のお隣山本投手にお話を伺います。まずチームが日本一になりました。改めて感想からお願いいたします。去年すごく悔しい思いをしたところから、始まったので、すごく喜びが、大きいです。2年続けての日本シリーズの舞台になりました。山本投手にとってどうでしょう、この日本シリーズの舞台、どういう舞台だったんでしょうか。去年と同じ形で、リベンジ、できる、舞台が、どこまで来れたので、とにかく日本一に向けて、チーム一丸で戦えたと思います。その中で山崎投手が言っていたんですけれども、いつも山本投手に頼っているので周りでカバーして日本一になりたいという話をしていました。どうでしょう、頼もしい仲間がシーズンを支えた山本投手とともに日本一にしてくれました。そうですね、この日本シリーズ、チームの力には、全くなれなかったんですけど、チームメイトの皆さんのおかげで、日本一になれたので、本当にチームメイトの皆さんに、心から感謝しています。本当に先発そしてリリーフ陣が頑張った日本シリーズだったんですが、何か例えば他のリリーフ投手であるとかお隣にいらっしゃる宮城投手に言葉をかけたりはしたんでしょうか。してません。それでも今日は宮城投手は本当に頼もしいピッチングを見せてくれましたよね。そうですね、もう本当に応援しかできなかったので、もうとにかく心から応援してました。どうでしょう、脇腹の方の具合というのはどうなんでしょうか。いい感じです。それではファンの皆さんに山本投手の方から日本一の報告をお願いいたします。今年も1年間、本当に応援ありがとうございました。今年は、日本一という最高の形で、ファンの皆さんに、恩返しすることができて、すごく喜びを感じます。また皆さんに喜んでいただけるように全力で投げたいと思いますので、またこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。